太陽の塔なるものの、ね、いきさつについてですね、皆さんもご存知だと思いますけども、私は長いこと東京都知事務めていらないことも、おりましてね、その経歴の経験の中で、やっぱり、東京と大阪という代表的な、ね、地方を預かってですね、その国の行政のシステム、それから地方官僚の要するに、